こんにちは、萌えです。今回は、エアブラシについて質問がありました。今ね、夏休みだと思うんですけど、子供の夏休みの宿題としてエアブラシと絵の具を使って作品を描かせようとしているっていう親御さんからのね、コメントでした。でその時に、学校からもらってきた厚紙に書いても問題ないのか、なんか特殊な紙がいるのかとかね、そういうのがあるのかっていう質問だったんですけど、ちょっとこう、絵の具に適したものとか、それぞれね、画材に適した素材っていうのはあるので、その辺をね、お話ししていこうかなと思います。でまず、エアブラシってね、結構いろんなところにかけるものなんですよ。ただそれも条件がいろいろありまして、例えば本当にツルツルなものに描くとき、プラスチックみたいなものに描くときは、塗る前にこうサンディングって言って、ヤスリで削ってボコボコにさせて、定着塗料がね、定着させやすいようにしたりとか、あとはプライマーって下地を塗って、それこそその定着しやすいようにね、するとかっていう準備とかが必要な場合もあるし、普通の紙とか、キャンバスとかだったら、そういう、下地みたいなのもいらずにそのまま塗れるっていうのもあるし、布みたいなのにもかける、綺麗にかけるっていうのもあるし、いろんなところにかけるんですよ。なんですが、書きにくいものっていうと、そのエアブラシもね、塗料なので、中身は塗料が弾くようなもの、素材って書きにくいんですよ。それこそそのプライマーを塗った状態のツルツルしたものであれば問題なかったりするんですけど、それも描き方によっては、ちょっとこう近づけるのを気をつけないと、すぐにこう弾いちゃったり、弾くようなテクスチャーになっちゃったりとか、あとは垂れちゃったりとかっていうことがあるんですよ。なのでそれを考えると、一番描きやすいっていうものは布みたいなものとか、あとは紙でも、厚紙でなんかこうマットな素材で水分をよく吸い取るようなものが一番こう綺麗に水分を吸い取ってくれるので、描きやすい素材かなと思います。なので多分学校からもらってきた厚紙っていうのがどういうのか分かんないですけど、多分普通のちょっと厚めの画用紙みたいなやつなんじゃないかなと思うんですが、それだったら問題ないと思います。ただ紙なので、あの布とはね、また違って、布が一番こう水分すぐ吸い取るんですけど、紙なのでこう急いで描こうとせずにね、多分親御さんがもうエアブラシを持ってて描いてる方だとは思うんですけど、例えばすごい画面を近くずっとギューってずーっと押してたら垂れてくるのもわかるし、こうあまりに近すぎて、あまりこうエアプレッシャーが強すぎて、近すぎてってなると、こう弾くように、こう噴射のね、こう力が強すぎると、定着する前に空気でこうバッと押し出しちゃう感じで、あまり綺麗に塗れなかったりとかっていうことがあるので、その辺の塗り方は教えてあげてください。で、紙で言うとどういうのか書きにくいのかというと、その水分をあんまり吸い取らないようなものが結構弾きやすいので、どんなのかな、例えば画用紙よりもプリント用紙とか、ちょっとつるっとしたやつとか、ツヤツヤした感じのなんかカレンダーみたいなのとか、あと写真に使うようなプリントの用紙とか、そういうのだとちょっと弾きやすいので、塗るときに気をつけないと綺麗に塗れなかったりっていうことがあります。なんで学校からもらってきた厚紙はきっと大丈夫だと思います。っていうのも、多分普通に学校で絵の具を使って描く用の紙だと思うんですよ、画用紙だと思うんです。ってことは、その水分をちゃんと吸い取るような水彩画とかを使うような、厚紙だと思うので大丈夫だと思います。はい、多分ね。で、絵の具とエアブラシ両方使って描くということで、ツルツルしたものの上からじゃないので、どちらを先に描いても、素材がね、水性であればどちらを先に描いても問題はないし、どっちかがこう乾いてる状態であれば、例えば
絵の具で描いた上からエアブラシ塗っても、エアブラシ塗った上から筆でこうザッてやっても乾いてしまえば落ちることはないはずです。あのツルツルした面とかね、例えばこういうツルツルしたボトルみたいなものとかに描いたりすると、下地を塗っていればほぼ大丈夫なんですけど、水性のものだと乾いた後もアクリルとかね、そういうのでも乾いた後に上からザーってこうゴシ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 筆で擦っちゃったりすると、その最初に塗ったエアブラシのやつとかが剥げちゃったりとかっていうことはあるので、そこはねこういうのに塗る場合は気をつけた方がいいんですが、紙の場合はもう取れることはほぼないので大丈夫です。ただ子供がよくやるちょっと気をつけた方がいいのが、水をジャバジャバ使いすぎて髪がふにゃふにゃになるとか、あとは同じところを何回も何回も筆でこすっちゃうと髪なのでふやけて、そこが穴開くまではいかないと思うんですけど、それぐらいこうモケモケしてきちゃったりとか、ちょっと破れちゃったり、破れやすくなっちゃったりとかすることがあるので、その辺はねこう見てあげながら、そうなってたら気をつけた方がいいよっていうことをね教えてあげてもらえたらと思います。結構ねその人によって、その子によって筆の使い方とかも全然変わってくるし、何回も何回も、例えばね濃くしたくて同じ色を何回も何回も塗れば濃くなるだろうと思って、上にこう乾く前に何回も何回もこうやって塗っちゃうとかね、そういうこともあると思うので、その辺はちゃんと乾いてからもう一回塗るよとか教えてあげたり、同じところ何回もこうやってこすると破れちゃうよとか、そういうのがね分かってなかったら教えてあげた方がいいかなと思います。あと何かな、油絵を描くことはほぼ多分小学生とかね、そういう夏休みの宿題とかでないかもしれないんですけど、油絵とかを描くときは画用紙とかに描く場合は気をつけた方がいいのが、後ろに映ったりとか染み込んじゃったりとか、まあ、それねアクリルでもそうなんだけど、ちょっと分厚めのものにするとかね、オイルが描ける用の画用紙とかも売ってるので、それ用の紙で描いた方がいいかなと思います。で、厚紙も厚いとは思うんですけど、厚紙っていうぐらいだからだいぶ普通のペラペラした紙よりは厚いとは思うんですけど、それでもさっき言ったように水分をめちゃめちゃ吸い取ると、こうふにゃふにゃしてくる、ボコボコしてくると思うんですけど、それにならないためにもし水彩画を使うのであれば、一旦水張りといってちょっと水をでこう濡らしてあげる、本当の普通の水で水分を与えておく、大きいハケとかでねザーッと濡らしておくっていうのをすると、ちょっとふやけが収まるというかマシになると思います。水彩画で使う手法なんですけど、描く前にやる手法ね、紙を一旦濡らしておくってなると、一旦水分を与えてあげることで、急に水分を与えられるとふにゃってなっちゃうんだけど、それを最初に水分与えておいて慣れさせておくみたいなイメージですね。で、そうすると次絵の具を使って水でこう描いた時に、ここ紙になってる気分なんだけど、描いた時にこうふにゃってならないっていうかね、そういう予防の仕方があります。私の動画で、水張りと調べてもらえると出てると思うんですけど、まあ、そのやり方だとかなりこう本格的に、板にこう貼り付けて水張りしてるんですけど、そうじゃなくても、まあ、何かこうピタッとできるものであれば、なんか小学生とかだったらガバンとか使うのかな、そういうのねピタッと貼って、まあ、ちょっとテープとかで貼ってやってみてもらってもいいと思うし、ほんのちょっと水をさーっとやってもらうだけでも変わるんじゃないかなと思います。ただその時にピタッと貼ってないと、逆にもうそれでふにゃっとなったまま描くことになる可能性が高いので、水張りをする時はしっかりどうにかこうピタッとこう余端をちゃんとマスキングテープで留めておくとか、もしそれ切っていいのであれば、サイズが決まってないのであれば、くるっと何かこう画板やら板やら何やらにこうぐるっとこう巻いて、使うところだけ画面になるようにしてテープで留めてパ
シッとね、キャンバスのようにパシッと貼って水張りすると一番効果的かなと思います。はい、ちょっとエアブラシで使える紙の説明からちょっと水張りの話になっちゃいましたが、こういうねやり方もあるので、皆さん画材選ぶときには、書くもの、紙とかねキャンバスとかもいろいろ考えて書いてみてください。ということで、何か他にも質問があればコメント欄に残してもらえたらと思います。じゃあまた次の動画で、バイバイ。